今日の松江市内、上からは太陽の日差し、そして下からはアスファルトの熱気と燃えるような暑さです。暑いです。もう日傘ですね。隙間暑くて息苦しいです。今日の山陰地方は出雲が全国で最も暑い 35.7 度など全国ベスト10に6地点が入り、台風による雨の影響もなく暑い一日となりました。こちら先月29日に撮影した鳥取県最大の菅沢ダムの映像です。この時点で貯水率は平年の半分 24.8%。 そして今日明らかになったのが、菅沢ダムの貯水率は 14.9% にまで減っていて、今日午後から放流量をこれまでの半分に減らしました。最後の栄港の方までなかなか水が、水量が減ってきていると、なかなか届かなくなってきているという状況です。さらにこのまま雨が降らないと来月8日にはダムが干上がるということです。下流の日野川では昨日から取水制限を 15% に引き上げていますが、今後も制限の割合を上げる可能性が高まっています。特に旧日が砂州ですので、なかなか水がないと草丈も伸びませんので、そういう状況もありますが、そういう時期をこれから迎えるという状況だと思います。鳥取県西部の水不足は深刻な局面を迎えつつあります。そして水不足の影響が直結するのは、これから粒が太ってくるタイミングで水がないと粒が太らなかったりとか。安来市のブドウ農園ではこれから主力となるシャインマスカットの玉太りへの心配が出始めています。このぐらいから大きくなってくる段階ではやっぱり水をすごく必要としますので、それで水不足や温度が高いとこの粒のようにしおれてしまってたりとかですね、こちらはもう枯れてしまってますけど。心配の種は少雨だけではありません。日中の温度が非常に高いので、色づきが悪くなるんじゃないかなということを今心配はしております。今月下旬から本格的に収穫の時期を迎えるシャインマスカット。ブドウの房に日傘をかけるなど、今後例年以上の対策が必要になりそうです。その影響は間もなく収穫を迎える夏野菜にも。こうやって日に当たると日焼けという現象が起きて、こうやって白くなるんですけど、これが進むともうこれは出荷ができない状態です。松江市八塚町のかぼちゃ農家、今年は雨が少なくかぼちゃの葉が枯れしぼみ気味。そのため玉に直射日光が当たり皮の色が落ちる日焼けという現象が起きてしまっています。日焼けしたかぼちゃは味は変わらないものの、傷みが早く市場に卸せない規格外品に。ここでは来週700玉以上を収穫予定ですが、そのうち2割程度は出荷できないのではと不安を募らせています。相場的には例年通りというふうには聞いてますけど、例えば玉ねぎみたいに大きな産地で気候が悪いってなると、これからまたかぼちゃの値段も動くのかなというふうに思ってはいます。今日も強い日差しの中、かぼちゃを守ろうと日よけのテープを貼る農家。台風による大雨の被害の心配はなくなったものの、恵みの雨もなく水不足には拍車がかかりそうです。